オッケー、ありがとう。そう、30パーぐらいしかなかったけど、20分だったら持つかなっていうあれでした。なんかでも、もし 10% とかが出て危うかったら取りに行きます。こんばんは。誕生日おめでとう。ありがとう。こんばんは。ポニテか、ほんまに？そう、私前髪切ったよ。前髪切ったよ。今日何かを襲いました。お、楽しみにしてます。ありがとう。そう、今日パーカー。これ見て、可愛いでしょ。オーバープリント。私の学校のリュックが倒れちゃった。かわいい。似合ってる？うん。明日の発表あった？もうされてる？そう、ちょっとね、明日のね、公演が中止になってしまって、そう、ごめんね。もし、いや、誰のせいでもないんだけど、みんながもうこっちに来てたりしてたら、ほんとね、申し訳ないなーって、すごい直前のお知らせになってしまって。申し訳ない。めっちゃお腹鳴った。めっちゃなんかピーってなった。ごめんね、お腹。そう、だからになっちゃった。パーカーとですね。そう、さっきメール送った。明日は、そう、四国公演とスタジオ公演のね、対バンっていう新しいやつだったんだけど、そう、合体してたやつなんだけど、対バンっていうのかな。そう、私もうさっき知って、そう、レッスン5人バージョンをね、今日のレッスンでやってて、結構立ち位置が変わったりしてて、それで今日がまたレッスン本当はなかったんですけど、5人バージョンのやつでね、みんなでもう頑張ろうってことで覚えてたんだけど、そう、途中でレッスンが、その発表があって、途中でレッスンが終わっちゃって、そう、すごいね、四国公演少ないってすごい楽しみにしとったけど、申し訳ない。でも、ほんと仕方ない。なんかすごくね、今このコロナになっちゃって、自分を責めてるメンバーがいると思うから、いると思うから、でも本当にね、メンバーのせいではないから、でも早くね、元気になってくれたらすごく嬉しいなって思ってるんだけど、
みんなもそう遠いとこから来てくれてた方もいるかもしれないし、明日仕事とか休んでチケット取ってくれてた方もいると思うし、そう日を明けてね来てくれてたと思う、来てくれる予定だったと思うので、そのあもうごめんねっていう。ね、四国公演みんなでできるといいけど、こんばんは。そうやってね、配信そのレッスンが早く終わって配信しようかなと思ったけど、なんか明日やっぱまだ言えないから、その時はその時間はまだだから、ちょうど発表が出る時間とに揃えたんですけど、そうもうちょっと前からしようかなって思ったんだけど、なんかみんなそうみんな楽しみにしてくれてると思うから、その明日楽しみっていうコメントとかを見たらどう答えたらいいかわかんないなと思って、申し訳ないけどでも自分も楽しみだねと言えないから、そうちょっと申し訳ないなって思って、ちょうどもう告知と同じ時間帯にねすることになってしまいました。そうでまたみんなで直して自分もかからんように気をつけるしっていう、うんそうそう、おにゅうの桃おしゅうちゃんまた今度持ってくる、うん待ってる、またねみんなに会えるのを楽しみ、安全ないそうね、そうね、もうコロナってほんと気をつけても難しいから、もうほんと難しいよね。明日ゼロ時配信はまたり配信私多分できないんですよ、ごめんね、あの年齢のあれで多分まだできない、まあ、多分というかあの18歳になって高校卒業したらまたリ配信ができるようになると思います。だから明日はできんから30日は夜とかになるかな、平日やからお昼とかできないから夜やると思います。ツイートもしちゃダメだと思う、え多分うん、だから朝とかになるのかな、しても。そうですね、またり配信わかんない、なんていうかわかんないけど、その12時超える配信は自分の年齢はしちゃいかんから、もう一回確認はしておくね、でも自分はそのまだあれなの、17歳のうちにさ12時超えたら18歳だけど17歳じゃん配信しとる、そのまたまだり配信とかその前にして17歳の時に10時超えたらダメだから、そう多分できないかな、あでも起きてると思います、起きてると思う、大人なで大人に0時になったら大人になるけど、その0時前の時は大人じゃないからできないのそう、それが楽しい、そうですね、また18歳になって18歳の大人を、大人か分かんないんですけど、まあ一応大人っていうことで大人を顔見に来てください、タンプロックっていいんですか、いいんですか逆に18歳になったら22時以降、あそうだよ高校卒業しないと18歳になったとしても10時までです、0時につぶやいてくれるの、私さ0時ツイッター見とくね、えトレンド入りしたい誕生日
戦無化蘇生探査2022とか、そうね、モチャメルとか一戦無化とかでツイートしてほしい。え、見る0時とか、もう本当にもうね、もうめっちゃ0時にメッセージが来ると超嬉しい人なんですよ。もうほんまに嬉しくて、なんか LINE とかでも友達から来たらめっちゃ嬉しくてもう飛び跳ねるぐらい。あの、聞いてほしい。去年去年はなんか、去年の一番が私なんかあのめっちゃ笑ってたんだよね。去年なんかね、友達を0時に送ってくれたんですよ、私をね。でもその一番早い、その0時の中でもいるじゃない、一番早い人と一番そういるじゃないですか。で0時に送ってくれた友達はいたんだけど、それでもそんな何人もじゃないよ、ちょっといたんですけど、本当に仲いい子たちが、あの一番がマネージャーさんだったそうお、予想外の人から一番来たと思って意識高いな、うん、それで去年笑った。いやでもそのファンの方ではもう多分 LINE がその一番だったんだけど、ツイートの一番だって誕生日おめでとうナンバーワンは誰なのでしょうか。私はチェックして見て0時とかに見ますよ、もちろんあでもあれですよ、眠たかったら寝てくださいね。嬉しかったですよ、嬉しかったけど0時にまさか来るとは思ってなかったけど、それでびっくりした。1分以内送ります、ありがとう。フライングって楽しみにした。嬉しいね、いっぱいお祝いしてもらえるの。普通はこんなにお祝いしてもらえることがないから、狙うとフライング確かに30日の23日、いや最後、逆にね、あえて最後を狙うのねゼロ時チェック急げ。そう、普通にねアイドルしてなかったら全然忙しくないと思うんです。誕生日の0時とかはなんてさ、本当に仲いい親友ちゃんとかで送るか送らんかぐらいのあれじゃん。だから本当に0時にチェックできるっていう幸せは本当こういう仕事をしてないとできないと思う。フライングのフライングめっちゃ早いじゃんそれ。こんばんにゃ、こんばんにゃ、こんばんは。あれむしろ今日のゼロ、今日のね、早すぎ24時間前じゃん。今から送るんですか、もう誕生日そうだ、18歳の妹と公園でお会いしましょう。こんばんは。4日名古屋来てくれるの待ってるってばさきさんとも、ありがとう。今日ここさんとそうだよ、あのチリパ聞いてくれました。ちょっと時間がないかもしれないけどちょっと早口で言うんですけど、あのチリパで一緒に今年はお祝いし合いましょうねっていう話をしたんですよ。でモーカはもう絶対お祝いするぞって思って、もうねアラームを23時55分からセットして59分もセットして、でしかもちょうどその時めっちゃお風呂入っとってやばいやばいやばってなったんですけど、あのそれでもう準備して0時になった瞬間送ったんよ。でも0時になった瞬間送った後にあれ
先輩に0時に LINE していいんかねってすごい悩み始めて、でもせっかく送ったしと思ってすごいあわあわしたら、なんかすごく嬉しい大好きみたいな感じで送ってくださって、あのすごく嬉しかったです。よくあの送ってよかったって。でもよくなんか YouTuber さんとかが0時になんか送られてくるのを待つみたいな企画を見たことがあったので、後輩から来るみたいな、そういうの LINE が、だからあいいんかなと思って、それを見ていいかなっていうすごい悩んでたんですけど、すごく喜んでもらえたのでよかったです。そのヒカキンさんとかが後輩の方々からこう送られてくるのを待つみたいな企画のね動画を見たことがあったんですよ。だからいいのかなっていうあ、Tシャツの発想の写真なのでお祝い無事できました。まだね直接会えてないので、また直接会えたら、あでもそう12月3日だよね、28じゃないんだよねそうあれですごい悩んでた。10歳のひでくんさんありがとう。12のマピアノピザありがとう。ポイントもかわいいありがとう。11のゼータンさんありがとう。10のドラゴンさんありがとう。ポイントかわいいありがとう。9のザッさんありがとう。8位のきびだんごひこにいさんありがとう。7位の TX さんありがとう。6位のエットさんありがとう。5位の現場監督さんありがとう。4位のももかが僕のシンデレラさんありがとう。3位のケイシティンさんありがとう。明日は一番コメントで見るね。明日は一番ツイートとりあえずフライングでありがとう、楽しみにしてる。2位の福ちゃんありがとう。1位のポクレンパサランさんありがとう。ありがとうございました。また会いましょう。ありがとう。ゲストもありがとうね。おやすみなさい。おやもも。